せーの、ハイタイ、エミリー、ココ、ユキ、ECY ジャパンです。今日は何する？今日は何するか。今日は女子の総復習をします。イエーイ。はい、今まで女子の勉強を皆さんと一緒にしてきましたが、今日はそのおさらいも兼ねて総復習をしたいと思います。うん、皆さんどうでした？覚えられましたか？ちょっとまあ、すぐには覚えられないと思うんですけど、ちょっと今日は皆さんにテストをしたいと思っています。おー、これから3人で例文を読み上げていくので、ここに何の助詞が入るかを当ててください。全問正解したら素晴らしい。できなくても大丈夫です。私たちの過去の動画を見てたくさん勉強してください。うん、はい、それでは早速やっていきましょう。これハサミです。これハサミです。これはハサミです。これはハサミです。エミリー、何が食べたい？焼きそば。食べたい。エミリー、何が食べたい？焼きそば。食べたい。焼きそばが食べたい。焼きそばが食べたい。iPhone 触る。iPhone 触る。iPhone を触る。 iPhone を触る。学校行く。学校行く。学校に行く。学校に行く。勇気、高校。勇気、高校。勇気と高校。勇気と高校。私、財布。私、財布。私の財布。私の財布。部屋、勉強する。部屋、勉強する。部屋で勉強する。部屋で勉強する。隣、パン屋。隣、パン屋。隣のパン屋。隣のパン屋。中華、日本食、どっちにしよう。中華、日本食、どっちにしよう。中華か日本食、どっちにしよう。中華か
日本食どっちにしよう。高校スーパー行く。高校スーパー行く。高校とスーパーに行く。高校とスーパーに行く。私お金返して。私お金返して。私のお金を返して。私のお金を返して。私紅茶好きです。私紅茶好きです。私は紅茶が好きです。私は紅茶が好きです。電車、学校、行く。電車、学校、行く。電車で学校に行く。電車で学校に行く。今度旅行、沖縄、北海道、どっちいい？今度旅行、沖縄、北海道、どっちいい？今度の旅行、沖縄か北海道、どっちがいい？今度の旅行、沖縄か北海道、どっちがいい？はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。皆さん何問正解しましたか？ちょっと最後の方はミックスしてたんでさらに難しかったと思うんですけど、ちょっと頑張って慣れてください。何回も何回も練習してスピーキングを高めてください。難しいですよね。もし本当にあれどの助詞使うんだっけって迷っちゃった時は、助詞を使わないで単語だけで会話しても一応多分伝わります。どうにか分かることには分かると思います。なのであー間違っちゃったらどうしようって思わないで、とにかく話して、絶対に伝わるので、自信を持って話してください。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、それではこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上 ECY JAPAN でした。またね。暗いやろ。やりてるって。やだ、過酷やな。トカさん、何してるんですか？